甲子園終了、ドラフト1位予想一発よ。フェードロー野球チャンネル、我々フェードロー野球チャンネルは年内チャンネル登録者数5万人目指しております。ぜひ登録お願いします。お願いします。赤井さん、はい。高校野球、社会人野球、まあこの辺はね、全国大会、大きな舞台というのがね、終了、まさにお疲れさんしたとね。そうですね。あとはね、大学生の秋リーグを残すところとなりましたけども、うん、この時点で、まあ、ベスト12に近いのかな、ドラフト1位12人ほんと厳選した。いやー、ね、だから僕はね、今日ねフェドローのスカウト会議に参加してる、だからノージャケットなんですよ今回は。あー、ノージャケット、あ、そんな12人なんだねっていう確認の場ですねこれ、うん、ちょっと立ってごらん。舐めてんのかおい。なんだそのうどんは。今日はスカウト会議のつもりでね。なるほどね。この後シミュレーションもやるっていうふうに聞いてますんで、明日からはシミュレーション、やるの。なので今日はもう、あ、その12人なんだねと確認させていただきます。あ、コメント欄が荒れるんだよ、ね、やっちゃうのね明日からはね、はい、じゃ早速行きましょう。はい、帰ってきた今月の四天王のコーナー。はい、大学生の4人ですね、はいはい、現状報告します、うん、はい、とんでもないことになってる選手がいますと。そうだよね。まず1人目、愛知工大の中村投手ね、はいはいはい、24年春は 40.2 イニング投げまして防御率も 1.99 と、まあさすがだね、うん、そしてですね、8月の18日、うん、愛知大学連盟のね、うん、選抜チームと、中日の2軍が、試合をしまして、育成の川上選手、モンエル選手から中村選手奪三振取りましたね、うん、そして三好選手もセカンドゴロと、1回0点と、うん、プロにも強するよと。いや、中村投げさせてって多分中日側も言ったんでしょうね。言ったんだろうね、で最速は154キロ、はい、達成と、まあさすがだね。さすがだね。だそれでも、まあ、最近だったらまあ一番良かったですかねぐらいの、あ、ここから上げていきますよと、ここからまだ上げていくよと。154キロでそれ言ってんだから、うん、すごいね、本物だね。中村選手もな、やっぱりいいんだよな。いいね。そして2人目、はい、関西大学の金丸投手ね、うん、で5月25日に軽度の骨挫傷、腰に違和感があってね、まあ、軽度のっていうのは書いてたんですけど、うん、いろいろ情報探しました、うん、今元気してるのかと、うん、7日前ね、グローブボックス大阪というね、あの久保田スラッガーをこう押してる野球用品店があるんですけどね、うん、そちらの店長さんかな、はい、スタッフの方と元気に写真写ってました。元気そうですというコメントありました、ね、あ、問題なさそう。大丈夫、グローブボックス大阪さんの情報によると、まあ、元気そうだと。、うん、であとはね、一つ大事な本人にとってターニングポイントがあって、うん、甲子園でね、うん、あの審判を務めていらっしゃった雄一さん、お父さんがね、うん、審判を引退して、おーおーっていうところでね、あ、頑張るぞとさらに思ったんじゃないか。なんかコアな情報多いですね、金丸投手レベルになると。プロ行くしかねえと。で9月7日から関西六大学が開幕するんで、はい、まあ、最後の、まあ、何試合投げるんか、全部投げるんかな、そこ5試合ね、本人投げる気満々ですもんね。あ、うん、まあ、その辺でちょっとスカウトは安心できるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、そして3人目、はい、青山学院大学の西川選手ね、うんうん、外野手で、7月に行われたね、プラハベースボールウィーク、うん、世界大会だね、うん、で全試合2番バッターとして出場しました、うん、で全試合ヒットを放ちました、うん、で打率は3割5打点だったんですけど、うん、7試合やってね、まあ、長打も出たりしてたんでね、うん、まあ、何も文句なしですね。そうだね、うん、西川選手ね、まあ、ポジションはねレフトがメインでした。あ、そうですか、はい、うん、なるほど。飯山選手がセンター守るケースが多くてっていう感じだったね。ああ、なるほど。ちょっとじゃあそうね、そこはちょっと考慮しないといけないですね、うん、まあそれは分かんないんだけどね、いろいろ事情があった、うん、まあそうだね、そう、飯山選手がセンター以外ちょっと守りにくかったり、うんうん、そういうのもいろいろあったかもしれない。そうだね、一応レフトは守ってました、はいはい、そして4人目、はい、明治大学ルイ・ムネヤマ、これがもう無双してるね、超えるよ、うん、8月3日ね、春のリーグ戦に5試合の出場にとどまったのは、うん、右手中指第一関節の骨折が理由だったと。あ、肩甲骨じゃないったの。肩甲骨じゃなかったね。まあ話8割で聞いてるけどね。そうだね、わかんない、うん、パフォーマンスかもしれないけど、うん、まあ、指は折れてたらしい。なるほど。で8月の18日巨人の3軍ね、イースタンで29試合防御率 2.03 というね、いい成績を残している育成の戸田選手、うん、から2打席連続のツーベース、うん、引っ張りよ、うんうん、飛んでたぞ。素晴らしいね、素晴らしい。
そして8月24日西武三軍戦では、うん、三塁線ね、美しいツーベース打ってた。ああ文句なしだよ、まあ長打も出たのかと、ツーベースか、中距離ヒッターなのかと。8月26日ソフトバンクとの三軍戦ではホームランを打ちました。おかえりと、いやおかえりだね。ああこれはまあプロ野球の三軍と練習試合してるってことは、まあ全部が全部ね、それじゃないでしょうけど、やっぱり宗山選手を生でチェックしたいっていうことですからね、その球団は。とんでもないよね。とんでもない。セーブと思いましたけど。いや俺ソフトバンク戦で打ったんでくれと思った。あソフトバンクはちょっとねガチかもしれないですね。まあっていう感じでね、秋リーグはね宗山選手ね、俺首位打者とかが返り咲くと思う。いやもう楽しみでしょうがないね。楽しみだね。そして5人目、はい、NTT 西日本の井原投手。直近の10試合でね54と3分の1イニング投げてね、防御率も 1.33、で四死球率も 1.49 なんでね、まあさすがの安定よ。そうだね、井原選手いいね。性能いいのはね吉田選手なんかも迷ったんだけどね、ちょっとこの都市対抗を負けた時にね、ひょっとしたらもう1年残るんかみたいな含み残すような発言もあってね。あそうですか。最後決勝というか打たれて、しまったんだけど、まあそういう時にね、まあそういったちょっとまあ気持ちも高まったんかもしれないけどね。高卒3年目だからね。まあまあね、もう1年っていうのもひょっとしたらあんのかなみたいな。難しいな、そこら辺ちょっと早く表明してほしいな。表明することはないんだけど、社会人は。そうそう。都市対抗も三菱自動車岡崎に5イニング投げて1失点。で、性能運に投げて5回3分の2で4失点。まあね、こうベスト8で敗退したんだけども、評価落ちないのかなって感じかな。そして6人目。はい。法政大学のしのぎ投手ね。プラハベースボールウィークね。世界大会。はいはい。で、3登板しまして、10回と3分の1投げて、奪三振4、三振四球、自責点0でね。しかもアメリカ戦だよ。2試合が。アメリカ相手にお前、自責点0だから。バリバリで、やっぱボール投げてるね、いい球。いい球投げてる。中村に負けねえぞと。俺もクローザーできるんだけど。そうだね。タイプ的に。いけるよ。そうだね。アピールだね。うん。そして7人目。はい。日体大の寺西投手ね。まあこれも、プラハベースボールウィークね、世界大会があるんだけど、分かったよ。オランダ戦で、6回3三振、0四死球、自責点1と、この1試合だけだったのかな、投げたのは。まあ、秋もやれば、入ってくる、外れとかになるのかな、まあ、やっぱ1位で取った方がいい選手かなっていうのはね。まあそうだね、トランシ投手がいいのは、やっぱり先発で安定してるっていうことだよね。安定してる。これ先発欲しい球団は、職種伸びる可能性十分あるなと。早い段階からローテね、守ってくれそうな安定感あるな、この選手はっていうピッチャーだね。そうだよね。そして8人目、はい、高校生報徳学園の今朝丸投手ね。甲子園はね、私優勝予想してたんですけど、まあ、大社高校に敗れたと、初戦でね、6回と3分の2で被安打8、3四死球ね、まあ、しっかり研究されてた、わけなんだけども、まあスカウトのコメント見たらね、総じて評価落ちてないですよ。そうなんだね、全然落ちてない、落ちてない。で楽天五関スカウト部長、将来性はいい、何年か後の選手、まだ18歳だからねと可能性を秘めている、山口選手なんかはね、深田さんがプッシュしてましたけど、そうね、まあ、ちょっと山口選手が、まだ進路も分かんないっていうところもあったり、うん、なかなか最後夏の地方大会で、バンという結果は残せなかった、うん、俺は楽天あたりね、ちょっと今朝丸もいいな、可愛いなと。そうね、なんかね、そういう夢を見た。まあ高校生ピッチャーだったらやっぱナンバーワンって言っていいのかな。まあね、ポテンシャルも含めてね、完成度も高いと、まあさすがだな。そうだね、って感じだね。そして9人目、はい、花咲徳栄の石塚くんね、石塚くんも初戦敗退だったのかな、甲子園はね。新潟三大府に敗れるも侍アンダー18選出と、泣くも黙るよと、8月25日今合宿をやってますけども、オリックス岡崎スカウト、打撃だけでなく三拍子で評価している、阪神ヤクルトロッテ DeNA なんかも三拍子、褒めしてるんでね、やっぱ1位だろうと。1位だね、高校生ショートはやっぱりそこを求められるんだよね。求められるね、まあ1位だろうね。石塚くんがキーだね、今年のドラフトは。ああそうなの。入札でどこがいけるかっていう僕は思ってますよ。でさらに三拍子より上の褒め方をしてる球団が1球団、ジャイアンツ。全てが魅力。あ全てね、食べるご飯も歩き方も全てじゃなくて1個ずつ言ってって。あそうだ。石塚くんそれちょっと本当に私のこと好きなの。1個ずつ言って。そうジャイアンツなんかもやっぱり熱視線だね。はい。そして10人目、はい、
迷ったんだけど僕はモイセーフに聞いた。おお、なるほど。というのは、先日のね動画で言った通りね、高卒外野手っていうのが軒並み大学進学行ってる、かつスラッガー、うん、花田くんなんかも進学って言ってるのかな、うん、まあそういった相対的なこの今の状況を含めて、うん、モイセーフくんが甲子園出れなかったんだけど、うん、やっぱりこうランクはちょっと上がってきたんかなと思って。そうだね、貴重な存在だよね。そうなんだよ、うん、去年も高卒の外野手ちょっと少ないかと思ったけども、うん、それ以上にね、うん、ちょっとこの死亡届の点からしてもね貴重だからね、うん、まあ、ちょっとこの外れで、上位球団とかは、うんうんうん、これもう残ってないなって思ったら切ったりするのかなと。うん、もう上位球団だったら1位で切んないと2位残ってるかっていうね感じであるよね。で、日本ハムの栗山CBO、本当に打てる人が NPB にはいなくなっている、チームが勝つためには打つ人がすごく必要なんですよねっていう、このモイセーフ君のコメントに絡めていってるから。あ、なるほど。アンサーコメントしてるんですか。アンサー、そのぐらいの選手だよっていう評価もしてたりするから。うん、11人目、はい、大正大の渡辺選手かな。ああ、そうだね。ああ、まあまあ来るよ。プラハベースボールリーグね、もう世界大会があるんだけど。分かったよ。7試合に出ましてね、はい、打率2割5、うんうん、6打点だったんだけどね、長打が非常に目立ちました。なるほど。ツーベースが多かったですね、うん、でさっき言ったみたいにね、センターは飯山選手、うん、ライトで渡辺選手だったよ、うんうん、でレフトで西川選手、うん、で飯山選手が出てない試合はセンターだったよ。なるほど。ってことはよ、いろいろ状況わかんないけど、うん、一つの仮説として、うん、西川選手よりもセンターの守備は渡辺選手が勝ってるんじゃないか。ああ、なるほどね、うん、これはね一つね、大きなポイントかなと。そうだね、うん、それはそうよ。思いまして、うん、この守備能力っていうところを加味してやっぱりこう1位で消えていくのかなと。うん、そうね、秋のリーグやもうちょっと打ってもらって。秋のリーグだよ。うん、本当にもうここまで打ってきたの分かりますから、そうちょっと春落とした分をパッとそう上げてくれたらもう文句なしだね。へこいた。ぶって言ってた。あんまり上がんなさないけど大丈夫だ。いや、渡辺選手の兵舐めんなよ。大丈夫か。そうそうか。ケツがでかいから、そして最後12人目、はい、これめっちゃ迷ったんよ。迷うね。むっちゃ迷った、うん、今回僕の中の脳内シミュレーションでは、うん、神戸弘陵の村上くん、うんうん、いや、あるよ、あるある。高校生ピッチャーが2人目かな、うん、村上くんもあるね。2位じゃ残ってないなっていう球団だね。いや、そこもそうなんだよ、ね、うん、上位球団がちょっと外してあれれっていう展開とかなんかな、うん、3回戦敗退しました、うん、2対3の8回から登板してね、うん、ノーアウト1、2塁から3者連続三振吠えたと、うん、チームは負けたんだけど、うん、印象はもうものすごかったよ、うん、しかもその次のイニングも三振取って、うん、4者連続三振とか取って吠えたよ、うん、阪神の熊野スカウト、はい、全国で見ても高校生の中ではトップクラス上位候補と、うん、でオリックス福良 GM なんかはね直接視察に行ってたりっていう情報もあるんでね、うんうん、オリックスちょっとうちにおいでよと。あ、オリックス阪神はやっぱ熱視線だね。熱視線なんだよ、うん、で阪神とオリックスが評価してるっていうのはやっぱりね素晴らしいピッチャーなんだよ。そうだね、うん、オリックスとしてはね多分1位野手で2位あたり狙ってるから取らないでくれって多分思ってると思うんですけど僕は。そうなの。今ちょっとオリックス苦しんでるからね。そうなんだよ、順位的には。そう、2位まで残ってんじゃないっていうね、うん、ラインで多分考えてんじゃないかなと思う。そうね。で、侍アンダー18で見たかったんだけども、うん、まあ、それも結構もう村上全然あれだろうと思った球団からしたら、ああ、まあもう投げなくても十分に投げなくていい、評価してるっていうね。うん、やっぱり1万のかなという感じだね、うん、なるほど。社会人投手が1人、うん、大卒投手が4人、うん、大卒野手が3人、うん、高卒投手が2人、うん、高卒野手が2人、うん、って感じかな。バランスよくね。まあそんな感じになるんじゃないかな。そうなんだよね、うん、社会人は野手はないかな。やっぱり難しいよな評価が。うん、一つ特別コーナー、うん、関太平洋徳山くん。あ、徳山くん、おう、投げてます。あ、復帰しましたか。復帰しました。あ、よかったよかった。8月21日エネオス、うん、3イニング投げまして被安打4、0して、うんうん、マックス143。はこっからですね。3球団視察、うん、この3球団はねちょっと出し抜こうとしてると。まあね、まあ秋のリーグでも結果出るでしょう。秋のリーグだね、うん、徳山くんは143だからな、まだ、うん、万全ではないのかな、ね、っていう感じだね、うんうん、という8月末のドラフト1位12人完全予想でした、はい、皆様からの
コメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。もうちょっとくじ引きするからよ、はあ、手洗っとけ。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。